こんにちは、コロミでーす。今日はですね、私の購入品紹介をしていきたいと思います。はい、よかったら最後まで見てくださると嬉しいです。それではレッツラゴー。はい、ということで、会社で働く21歳、プラスちょっと YouTuber の購入品を紹介していきたいと思います。ちなみにですね、毎月クレジットカード、このぐらいあなた使っていますよ、残りはこれですよ、プラス税金がそっから引かれて、いろいろ引かれて、あなた本当にやばいですよと、毎月母さんから LINE が来るわけですけれども、紹介していきたいと思います。まず、一つ目、こちらですね。ニューエラで買った帽子です。これ原宿のね、ニューエラで買いました。もう一つ帽子持ってるんですけれども、あのホワイトソックスのなんかちょっと一瞬セックスに見えるみたいな帽子は持ってるんですけれども、定番のこちらね、刺繍の方持てなかったんでこっち買いました。で、黒に黒の感じでちょっと可愛いなと思って、はい、以上。次はサングラスですね。こちら縁がなんか太いカラーのサングラス欲しいなと思ったんで買いました。ワープで買いました、原宿の。はい、可愛いですね。すごい指紋がたくさんついてるんですけど、まあこれで生きてちょっと歩きたいと思います。はい、続きましてもう一つサングラスなんですけど、これですね、クリアのフレームで真ん中がちょっと緑っぽいみたいな感じのこちらのサングラス、これは原宿のナディアで買いました。あ、ちなみにですね、お値段はし覚えてないんですよね、マジで。これはね、5000円はしなかった。これはどうかな、2000円ぐらいかな、両方2、3000円ぐらいでした。これ可愛いですね。はい、で続きまして、あの Q10 で買いました、こちら。このウォータートリートメントみたいなやつですか、なんかいいのかなと思って、こういう感じの育毛剤みたいな感じになってるんですけれども、まあプラスでちょっとあの頭皮に良さそうなあのシャンプーとかもこれから買っていきたいなとは思っております。本当に怖いんだよ、もう。てか一回ハゲすぎて、自分ハゲが気になりすぎて、女性用 AGA みたいなクリニックをね、あの LINE で追加してカウンセリング行こうかなと迷っているところでございます。原因不明の脱毛なので、これはこちらの方診断とかいろいろしていただいて、あのこちら治せる自信があるクライアント様、ぜひ概要欄にあるメールまでぜひご連絡いただけたらと思います。案件待ってます。お願いいたします。結構笑ってるけどガチです。よろしくお願いいたします。薄毛系 YouTuber でやっておりますのでね。はい、はい、ということで続きまして、洗顔スキンケアとかに行きたいと思います。エリクシールルフレバランシングバブル洗顔ですね。洗顔をこうやって泡立てるのが超嫌いで、その作業が世界で7番目ぐらいに超嫌いで、なんであのこれ、めっちゃなんか泡出ちゃってるんですけど、申し訳ないんですけど、これでプシュってやったら泡のまま出てくるみたいな洗顔をね、いつも使っております。え、でこれあのマネさん家に行った時に使ってみたんですけど、めっちゃ良くて、出しすぎたんですよね、その時。どういうものかを知らないで、ごめんなさいごめんなさい、めちゃめちゃ減ったかなとか思ったかも知らないんですけれども、めっちゃ出しすぎちゃって、実はこれね、あ、ちょっとだけでいいんですよ、ちょっとだけでいいんですけど、そのちょっとがなんかどんどん泡が膨らんでいく系なんで、めっちゃ洗ってて気持ちいいんですけど、あの友達にも勧めてね、ストックが1本あったんで友達にあのあげちゃったんですけど、ちょっと後悔してるんですけど、これめっちゃいいです。あの洗い上がりがなんか結構スッキリする感じで、毛穴がなんか触って分かるつぶつぶとかあるじゃないですか、それがなくなる感じでめっちゃいいと思います。ちょっとお高いんですよね、これ2000、3000円、濃厚な泡って感じ。匂いもねめっちゃいいんですよ、これおすすめです。続きましてクレンジングでございます。こちら旧上村のクリアユースラディアントクレンジングオイル。なんか前まではあのオレンジの土定番みたいな方を使ってたんですけど、これはね、あのくすみとか美白になりたいんですよって言って相談したところ、こちらがいいんじゃないかなみたいに言ってくださったので、もう一本紫の方がなんかただの美白効果があるんですけど、これはなんか美白となんかくすみが取れますよみたいに言ってたので、いいなと思ってこちら買いました。やっぱね、いいのよ、シュウエムラのクレンジングは。めちゃめちゃいい。お高いんですけど、めちゃめちゃいいので使っております。続きましてこちらでーす。アピュージューシーパースパークリングティント RD01 番、今使ってるリップなんですけど、色がね、絶妙にめちゃくちゃ可愛くて、キラキラしててラメが入っててめっちゃ可愛いです。あの、わしが結構前に言ってた、あの、イヴ・サンローランの廃盤というかもう買えなくなっちゃってるやつにめっちゃ色とかも似てて、おすすめです。ドラッグストアとかでも売ってるとこは売ってると思うので、
ぜひ皆さんチェックです、これは。はい、続きまして、サボリーノ目玉シート完熟果実の高保湿タイプということで、これはね、朝わし洗顔するのが一番嫌いというかね、洗面所で顔を洗うという行為が一番嫌いなんですね。だから仕事から帰ってきて顔だけメイク落として寝るとかいうのもめっちゃ嫌いで、だったらお風呂で落としますっていう、けどお風呂入るのがだるいのでメイクしたまま寝ますっていう話なんですけれども、だってさ、洗面所でこうやってやるとさ、なんか肘までこう垂れてくるじゃないですか。あれがめちゃくちゃ嫌いなんですよ。だから朝の洗顔もめっちゃ嫌い、あと前髪をこう上げなきゃいけない、その作業もだるい。かといって止めただけだとちょっとパラつきって出てくる。でプラス上げたり止めたりしてると前髪の根元から癖がついてしまって、それが取れない。濡らして乾かさないといけなくなる。ということで、洗顔が大嫌いなそこのあなた、こちらがぴったりの商品。これね、スースーしてるんでめっちゃ気持ちいい。ガチで目が覚めます。仕事に行く気になれます。でめっちゃ匂いもいいのでね、このサボリーノの朝マスクはめちゃめちゃ好きです。匂いはこれが一番好きですね。ミックスベリーの香りって書いてあるんですけども、おすすめです。5分ぐらいすると逆にシートがカピついてくるので、60秒ぐらいでガチ大丈夫です。はい、続きまして、食料に行くんですけれども、ガチで大好きなこちら、世にも美味しいチョコブラウニーでございます。もう先ほども1個食べたんですけど、もうガチで見つけたらめちゃくちゃ買うようにしてます。職場の近くにローソンあるんですけど、このそのね、ローソンだとね、たまに売ってない、たまに売ってるんですよ。たまに売ってる時に爆買いしていつも食べております。え、これガチで食べてほしい、マジうまいですよ。中になんかつぶつぶのチョコチップみたいのが入ってるんで、はい、チョコ好きな方ぜひ食べてみてください。え、これガチでうまいです。わしってあんまりリピートしてこれが好きみたいなものないんですけど、やっぱ東京に出てきて自分で食料を調達しなきゃいけないなった時に、いやー、ハマりました、うまいです。はい、ということで続きましてこちらですね。こちらもローソンで買ってるんですけど、いつもおいしい干し芋、紅はるか、ストーリーでもね言ってるやつなんですけど、干し芋ってちょっとカピついてたり味がなかったりするじゃないですか。これはね結構甘くてうまいので食べてます。昨日夜中に食べたやつめっちゃ食ってますね。でですね、私最近めちゃくちゃ芋にハマってるんですけれども、セブンのスイートポテトがめちゃめちゃうまいので、3つぐらいストック溜まってたんですけど、昨日食べられちゃったので、匂わせ？え、匂わせ匂わせ？ということなんですけども、今ないんですけど、セブンのスイートポテトも超うまいので食べてください。続きまして、洋服いきたいと思います。まあ今着てる服もそうなんですけど、メルトザレディ、メルトザレディ、このセットアップですね、買いました。超かわいいよね。で、こちらもなんですけれども、こちらのショートパンツサイドにちょっとなんか止められるみたいな、こんな感じのやつがあって、めっちゃ足が細く見えるので好きですね。太い太ももの持ち主、私でも細く見えるので愛着しております。で、本当に最近白か黒の服しか買ってないというか、黒の服しか買ってないんですけれども、焦るんですけれども、続きましてザラですね。ザラでワンピースを買いました。ここが紐になってて、ちょっとタイトめな感じの、細めの感じのワンピース買いました。で、ここにスリットっていうでしたっけ、で結構深めに入ってるんで、もう歩きやすいです。非常に太もものこの辺からファーッと見えるので、結構ちょっとエッチかなと思います。可愛いです。あ、続きまして忘れてました、こちらも紫になるんですけれども、キャミというか何なんですかね、ここがリボンになってて、で素材がめっちゃ可愛いんですよね。なんかツルツルしてる感じで、後ろがちょっとクシュッと立ってて、なんかロンティーとかの上にこれでパッと着ても可愛いし、上にジャケットみたいなのを肩落として着ても可愛いかなと思って買いました。はい、続きまして、もうまた黒い服なんですけれども、モルフィンのパンツとオフショルのセットアップを買いました。めっちゃ可愛いんですよね、このボタンがハートになっていましてですね。で、ちょっとフリル多めな感じで、ここも裾のところ、この縛るところにね、モルフィンって紐の先端についてます。で、ちょっとこれのパンツが太ももの外側に向かいまして斜めに上がっているような形になっているので、まあ、履いた時にちょっとこうなる感じなので、めっちゃ可愛いです。これはウォーターサーバーについてきた水筒これでちゃんとお家のお水を持ってって飲んでます。まあ、職場にいる方にね、小島さんっていつも水筒持ってるよね、すごい地球に優しいなって思ったって言われてそうなんですよつって、ウォーターサーバー家にあるのって言われて、あ、そう買ったんですよねみたいな話して、地球に優しいイメージを持たれてたようです私はい、で私地球に優しいキャンペーンに加入しておりますので、あ、ガチユニセフ入っておりまして、ということで、いい人アピールみたいになっちゃった、ちょっと恥ずかしいんですけれども、皆さんもぜひペットボトルを買わずに水筒を持ち歩いてください
強制になっちゃってるんだよね。恐ろしい恐ろしい。ということでありますね。はい、続きましてこちらのドマロンパイセンのキャンドルになります。バリー匂いなんですよね。ハニーサックル&ダバナという、聞いてもわからないような名前になってますけど、めっちゃいい匂いです。これ高いんですよね、ジョーマロンパイセン。高いんですけれども、奮発して買いました。頑張りました。本当はね、多分これで使うんですけど、ちょっと上にリボンあった方が可愛いなと思ったんで無理やりつけてます。でなんですけど、まだ届いてないんですけれども、あの Q10 でね、あのリボン2つ買ったんで、こうデカめのリボン2つこうやってつけていきたいと思います、これからは。あと今日ね、が届くはずなのでよろしくお願いいたします。ガチということで、私の購入品紹介だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。ガチおすすめといたしましては、やっぱこれですね。これが一番おすすめかなと思います。見つけたら買ってみてください。ということでネイルしました。はい、可愛いですね。アルムさんっていうネイルのとこでやってきました。可愛いです。よかったら皆さんも行ってみてください。はい、ということでこの動画が1ミリでも皆さんもっときましたら、グッドボタン2ミリでも皆さんもっときましたら、チャンネル登録3ミリでもいいなと思われていましたら、コメントの方よろしくお願いいたします。あ、これネイルはあの歯医者さん大丈夫なんでしてやるだけです。ごめんなさい、何回も言うようなんですけど。はい、ということで、好みでした。バイバーイ。